ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん。はい。巨人に星が現れました。巨人の星。赤星。違う。赤星投手はもちろんいるんですけれども、今もあの話題になっているのが大勢投手ドライチ。ああ。はい。いきなり、いやなんかこうキャンプであんまりね、はい、触られることもなく、はい、でいきなりこの前東京ドームで、はい、西武戦だったかなで投げて、はい、初球155だよ。で明らかにやっぱりこう見てて、あ早いなと思った、見てて、はい、うん、まあ、同じ球投げてても、はい、早く感じないピッチャーもいるんだけど、うん、フォーム的に、はい、ちょっと3クォーターで投げるし、はい、なんかすごく速く感じたな、力がある。あと日本ハム戦でも確か投げてたと思うんですけども、150半ばから後半バンバン行くじゃないですか。すごいですね。いやいや、俺ドラフトの時にさ、大勢、インタビュー受けてて、はい、ものすごい謙虚だったんだよね、はい、いや僕のことは皆さん知らないと思いますけどこれから名前を覚えてもらうように、頑張りますみたいな、はい、そういうインタビューだったんだよ、うん、どうしたのと思って、はい、大丈夫かみたいな、うん、全然大丈夫だね。すごい、もう1球だけでもう覚えるというか、いやもう変えたね世間を、もうガラッと雰囲気変えてしまいました周りの。いや、やっぱ明らかに早いよ。それと、まあ、直江、堀田、山崎、うん、この3人っていうのは投げ方って非常に似てるんだよね、はい、で体型も似てるんだよ、うん、でオーソドックスで上から投げ下ろすという、で持ち球も結構似てる、うん、大勢あの角度からこの低い腕の位置から投げるボールって角度はないけども、はい、横の変化とすれば速いし滑るし、はい、スライダーが、これまた厄介なピッチャーが出てきたんだろうなっていうふうには感じさせてくれた。あのちょっと投球フォームとか手首が斉藤正樹さんに若干似てるのかなと思ったんですけど、まあそうだね、はい、でもあの投球フォームで155とか155番投げるっていうのは、いやー、はい、あの変則で、その右バッターは嫌だよ。そうですよね。 あれがスライダー、ツーシーム、うん、シンカーみたいなのを投げてこられるとすごく嫌だと思う。そうですね。で、あのピッチングで原監督であったり首脳陣のやっぱり評価もぐっと上がって、7日の月曜日の時には、まあ、彼は、まあ、すごくいいねと、ただどこで使うかはじっくりと考えたいと話していたのが、一転翌日3月8日の火曜日のもう朝の時点で満場一致で中継ぎで、しかも中川投手が開幕に、ま、間に合わないのでそこに入ってもらうと、満場一致で。まあそうだな、はい、まあそのぐらい魅力があるし、はい、そのぐらいはやってくれそうな予感はするもんね。すごい、これ、まあ、それと、はい、やっぱ先発だと、はい、やっぱ長いイニングだとか、はい、まあ5回6回って考えるとやっぱセーブするんだよね少し、うん、まあスピード力配分をセーブしたりだとか、はい、するから彼の良さっていうのが出てこないかもわからない。でも1イニングを腕を振って思いっきり振って、はい、抑えに行くっていう方が今ではいいかもね、まあ、将来的にはなんかこう、まあ、先発でね、はい、まあ、エースの城って知ってる？エースの城知らないの、はい、城之内さんっていたんだよ、はい、やっぱ変則で4日ちょっと投げる人なんだけど、はい、あのぐらいのピッチャーになってほしいよな。すごい方、エースの城って言われてたの巨人でね。え、じゃあゆくゆくはちょっと先発でも使って見てみたい投手ではあるってことなんですか？やっぱそうだよね、あれだけのボールの力があるから、はい、まあ赤星同様、はい、なんか器用そうなんだよね。え、でもあの速球投げて器用そうだとすごいですよ。いや、すごいと思う。今は力があるから、うん、バンバン力でいってやろうと思うけど、うん、長いシーズンさ、うん、やっぱ球威も落ちたりだとか腕が振れない時って出てくるんだよね、はい、まあ、その時にあちょっと今日は進化多めにしようとか、うん、あスライダーでちょっとかわしておこうとか、うん、そのぐらいのことができそうなピッチャーなんだよ。そのぐらいズズしさも持ってると思う。すごい度胸ですね。いや、やっぱさ155いきなり初球から出せるっていうのはずうずしくなきゃ出せないよ。まあそうでしょうね。いや、そうですよね。いや、だから思い切りがいいと思う。これ中継ぎでも使います、満場一致でってなって1イニングのみなんですか、それとも、まあ、最初はイニングまたぎっていうのはさせないんじゃないの、はい、なかなか、うん、それは
まあ、終盤になって優勝争いしてて、はい、ね、延長12回、そういうことを考えるとイニングまたぎっていうのは出てくるかもわからないけども、はい、やっぱルーキーだし、まあ、原監督はそこまで無理はさせないかなと思うよね。だから中継ぎしてても、まあ、2日続いたら登板が3日目にはちょっと休ませるって、うんうん、そのぐらいあの大事に育てていくと思うよ原監督だったら。そうなんですね、うん、どのぐらいの期間中継ぎをやらせて何がいいと先発要因になったりとかまたするんですか。それとも中継ぎ、いやだから中継ぎやって抑え出したらもうその場を動かせなくなるよね。そうですよね、今シーズンはね、はい、うん、だから、まあ、来シーズンから先発に戻すかもわからないし。あのクローザーっていうことはないんですか。いや可能性だってあるよ。あ、やっぱまだあるんですね、結果が良ければ。あ、うん、やっぱ打ちづらいですかバッターからすると。いやそらさ単純に155キロって打てないよなかなか。そう簡単に、はい、それも変則でしょ、はい、変則で ああいう角度からこう出てくるピッチャーっていうのはちょっとシュートしたりとかするから、ね、ボールが多少動き気味だから、はい、だからそれを的確に捉えていくっていうのはすごく難しい作業だよ。ただ、まあ、さっきも言ったように長いシーズン、はい、ずっと常時そのぐらいのピッチングができるかって言ったらやっぱ調子も落ちる時がある、うん、その時にどういうふうに首脳陣が考え、はい、まあ、彼もどういうふうに投げていくかっていうのを考えられるピッチャーだったらいいけどね。そうですね、うん、あと彼の評価を球威は沢村投手と同じぐらいでコントロールは沢村投手以上だっていうふうに評価してるんですけれども、だから結局沢村より上だっていうことを言いたいわけでしょ。まあそういうことだ。そういうことだよね。はい、まあ確かにあの沢村は沢村の良さがあったよね。あ、もちろん。ボールの力あったし、はい、あの圧倒していく力っていうのはあったけど、まあ、このピッチャーも圧倒していく力は持ってるね。うん、だからピッチャーで今年びっくりしたのは、はい、佐々木朗希。はい。うわすごいなと思って圧倒していくなバッターをって。で次大勢だよ、はい、あの堀田とかそういうのはバッとブルペン見て、はい、あこのピッチャーいいピッチャーだなって思ったけど、はい、パッとこう初見で見た時にあこのピッチャー魅力的だなと思ったのはやっぱ佐々木朗希に次いで、はい、大勢だよ。お何回も見てみたいと思う。あそうなんですね。もう大勢出してよみたいな今日、いや今日もオープン戦で大勢出ないかなと思って楽しみにするぐらいそうですよね。そうそうそう、ただ中継ぎだから先発に出てこないので今日出るかなって。いやでも中継ぎの方がチャンスがあるじゃない。あ毎日見られるから。そうそうそう、シーズン始まったりローテーションじゃないわけだから。そうかそうか。だから、うん、大勢が出てきてどんなピッチングをするのか、うん、またそのバッターがね、はい、どういうふうに打つのか、うん、っていうのがすごく楽しみではある。そうですね、ちょっと話が戻っちゃうんですけど、もし先発でもできるっておっしゃってたんですけど、先発だとすると完投型なんですか、それとも6回とか。いや、 やっぱりルーキーだから、うん、だから完投って考えると俺しかない、うん、俺が一人で投げ切るってなると155キロが140後半になったりだとか、やっぱちょっとずつやっぱセーブをしていかなければ、はい、やっぱそう持たないよあの投げ方とあの力投型は。そっか、うん、そうすると魅力がなくなってしまうってことなんですね。まあそうだね、だからそこら辺で経験させておいて腕を振る。だから追い込むまではスッと行っといて、追い込んだら160キロ近い球でバーンと勝負に行けるとか、はい、そういうものをやっぱこう中継ぎに入る、うん、だったら覚えててほしいよね、はい、例えば3点リードがある、あここら辺はちょっとセーブしながらこうちょっと抑えておいて、あ勝負球行っとけみたいな、うん、こういう、まあ、ずるさというか、はい、あそういう省エネというか、うん、そういうことも覚えてほしいよね中継ぎに入った時に。いやでも普通に投げて、うん、普通の人より速いかもわかんないんだから。そうですよね。そうそう、確かに。いやだから、まあ、そこら辺はすごく魅力のあるピッチャーだし、はい、俺が聞くところによる寄ったりとか、まあ、YouTube でこう検索をして、うん、その大勢というピッチャーを見たんだけど、うん、結構スライダーを投げてたんだよね。だからスライダーピッチャーなんだと思ってたら、はい、とんでもないまっすぐ十分使えるじゃんみたいな。その球どこで投げてたのっていう。隠してて手抜きやがってたなみたいな学生の時は。ああもうだから無可動的な口だったんでしょうか、ね、かもわかんないよね。だからすごく楽しみだよ。だ本当にあの今年この中継ぎ定着して活躍できればもちろん新人王というチャンスも持ってる権利持ってる選手ですし。まあまあそうだね。栗林が去年ね抑えて、はい、
新人を取ったように取りました取りました。セットアッパーと、うん、その抑えというのはまたちょっと違うけどね、はい、だけどまあ可能性は十分ある。そうですよね。プラス本当中継ぎのすごい投手ってなった場合は中日の浅尾投手以来の例えばセリーグのこうセットアッパーで賞を取るとか MVP 取るとかすごい投手になっていく予感っていうのももちろん秘めてますよね。まあ秘めてる、うん、あんま持ち上げないもんね。お前持ち上げすぎだもんお前。なんか、いやまだまだただ2試合投げただけだよ。まあ、そうですよね。2イニングしか投げてないから。ね、確かにそうですよね。いや、ただ見ていてすごく魅力のあるピッチャーだっていうことは間違いない。そうですね、うん、だからもうあの毎試合毎オープン戦巨人大勢投手出てこないからってもうずっと釘付けですよ。そうだな、うん、だまああんまりお前が焦らないように。そうです ね。おばさん焦ったってしょうがない。私が焦っても私が空回りするだけなので。そうだよ。お前俺も煽られちゃうじゃないお前。なぜかね。なぜか、まあ、ここはなんかゆっくりね大きな目で、うん、そうそうそう、はい、母親のつもりで、ね、あんまり無理しちゃダメよみたいな。そっちの気持ちでね、バンバン投げなさいじゃないんで無理せずに、ね、まあルーキーだから。そうですね、言っても、ね、はい、そこはちょっと見守りながら注目していきたいと思います。まあ、楽しみです。はい。